今日午後、オンラインで開かれた全国知事会の緊急対策本部会議。国は新型コロナ関連の病床使用率が先月からの半年間で 50% 未満となった自治体に対し、補助を一部削減する方針を示しています。これについて塩田知事は、今日の会議で、感染拡大に備える上で相容れないものとして見直しを求めました。この制度導入は感染拡大に備えてできるだけ事前に病床確保しようとする病床確保事業とは相容れないものではないかと考えております。また塩田知事はワクチン接種の動きが低迷していることを受け、ワクチンによる発症予防効果などを科学的に分かりやすく周知することなどを求めました。